ベッキーフィルター。ベッキーフィルター、はい。ね、えー、ベッキーさんのツイッターっぽいことを書いてもらってます。はい。ラジオネームマルチョ。もしもベッキーが桃太郎を解説したら、すっごい昔の話なんだけど、おじいさんとおばあさんがいたの。その夫婦は本当に素敵な夫婦なんだよ。大好きなの。それでね、川から桃が流れてきてね、割ってみたら、中から子供が出てきたんだって。すごいよね。感動。 これって奇跡だそれからその子が大きくなって鬼を退治しに行くの。その途中でとっても大切な仲間たちに出会ったんだよ。紹介するね。大人なウェンツ、まっすぐなシェリー、気遣いのハリー、真面目なジョイ、真心の勇ー情熱のホラン、少年のアントニー、天使のローラ。こんな素敵な仲間たちに囲まれてほんと本当幸せ、感謝無事に鬼も倒せたし、超ハッピー ああ、元気もらった。今日も一日笑顔で、やる気元気、ベッキー <laughs> <laughs> バカかよ。<laughs> バカなベッキーな。<laughs> 言いそうだね。まあまあいいんじゃないあ、うん、げますか。うん、よくできました。<laughs> ラジオのレインメーカー、うんえー、ベッキー中月、うん、ベッキーちゃんはおばあさんの家に行きました。うん、おばあさん、どうしてそんなに耳が大きいのお前の声をよく聞くためだよ。 おばあさんどうしてそんなに目が大きいのお前の姿をよく見るためだよおばあさんはどうしてそんなに口が大きいのそれはね、お前を食べるためだよ touch me <laughs> 思考が止まった狼を退治できましたとさ。<laughs> やる気元気ベッキー <laughs> いいじゃな面白いですね。いいじゃないですか。ドンタッチミたまにやりますよ、ね。やる気あげてくださねあげときましょう。はいえー